こんにちは、大宮です。今日は宅本屋アクアレーサープロフェッショナル200ソーラーグラフを紹介していこうと思います。宅本屋のフラッグシップモデルアクアレーサーからソーラー駆動型ウォッチが登場しました。ブラック DNC コーティングが施された精巧なデザインが魅力の腕時計となっております。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして持ち場、ケースの裏側、ストラップの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、外箱にはタグホイヤーのロゴが大きく記されています。内箱であるウォッチボックスはしっかりとした作りで、外箱と同じくシンプルなタグホイヤーロゴが印象的です。表面にはテクスチャー加工が施されており、スポーティーな質感になっています。ボックスを開けると中にもロゴが入っており、厚めのクッションとともに時計が収められています。そしてボックスの下には取扱説明書、ギャランティーカードが入っています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはタグホイヤーアクアレーサープロフェッショナル200ソーラーグラフです。アクアレーサーはタグホイヤーのダイマースシリーズとして知られるモデルです。アクアレーサーが登場したのは2004年、あらゆる環境に対応するダイバーズウォッチホイヤー844から 200m 防水や逆回転防止ベゼル、ねじ込み式リューズなど6つの機能を受け継いだ新シリーズとして登場しました。多機能でありながらスーツにも合わせられるスタイリッシュなデザインと優れたコストパフォーマンスで、エントリーモデルとしても人気を集めています。2022年に発表された今作はタグホイヤー初のソーラームーブメントを搭載しています。それではまずはケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 40mm と付けやすい大きさとなっています。ケースとベゼルの素材はステンレススティールを採用し、ブラック DLC コーティングが施されています。 DLC コーティングとはダイヤモンドライクカーボンの略称で、金属表面にカーボンの薄い膜を作る技術のことです。見た目がブラックのカラーに変わることはもちろん、傷がつきにくくなるというメリットがあります。また DLC コーティングは肌触りも良く、アレルギーが起こりづらいため、金属アレルギーの方にもおすすめです。ケースは人間工学に基づいたスリムなデザインになっており、存在感を放ちながらもスポーティーなスタイルで優れたバランス感を保っています。そして今作の注目すべき特徴はベゼルインサートです。ケースと同じく DLC コーティングが施されていますが、夜光塗料のスーパールミノマがマーブル状に塗布されています。これは時間の経過で自然に生じる岩の稜線をイメージしており、独創的な波模様が生み出されています。また暗闇ではスーパールミノマのブルーグリーンの光がまるでオーロラのように浮かび上がります。夜でもスポーツやアウトドアを楽しめるように配慮されたテクノロジーはタグホイヤーのアウトドアの哲学を体現しています。個性的なデザインはもちろん、ダイビングに必須の逆回転防止ベゼル機能も備えており、優れたデザインと実用性を兼ね備えています。今年はケース、ブレスレットともにサンブラスト仕上げのチタン製で、軽量かつ高い耐久性を誇る新モデルも登場しています。タグホイヤーは品質と耐久性だけでなく人間工学も向上させ、海中や地上の過酷な環境での探索時に耐候性を高め、より軽量で快適に着用できるようになったと述べています。次はダイヤルについて詳しく見ていきましょう。ダイヤルのデザインはアクアレーサーではおなじみのホリゾンタルラインと呼ばれる真横にまっすぐ伸びた線が施されています。一見すると他のアクアレーサーモデルと同じに見えますが、部分的に透明な素材を使用してムーブメントが太陽光からのエネルギーを充電できるようになっています。その複雑なディテールがデザインのモダンな印象を一層強めます。既存のアクアレーサープロフェッショナルでは日付表示は6時位置に配置されていますが、今作では3時位置に配置されており、これもソーラームーブメントが関係しています。12時位置にはブランド名タグホイヤーとモデル名アクアレーサーが配置されています。インデックスと針にはベゼルと同じく夜光塗料のスーパールミノマが塗布されており、太陽が沈んでもはっきりと時間を確認できます。また秒針とダイヤル外周部分は水色のカラーが採用されており、ブラックを基調としたデザインのアクセントとなっているのもポイントです。この水色のカラーは暗闇ではスーパールミノマのブルーグリーンのカラーと調和します。ガラスは耐久性に優れたサファイアクリスタルを採用、モースコード9とダイヤモンドに
近い高度があるため、スポーツやアクティビティなどで激しく動く場合でも安心です。次は時計の裏側を見てみましょう。裏蓋はケースやベゼルと同じく DNC コーティングが施されたクローズドバック仕様になっています。裏蓋にはコンパスをモチーフとした模様が刻印されています。これまでタグホンやアクアレーサープロフェッショナル200は裏蓋にはダイビングヘルメットが刻印されていましたが、新作モデルではコンパス模様へと変わっています。従来のモデルにはない新たな衣装を楽しめるのも魅力ですね。ムーブメントはソーラームーブメントの TH5000 を搭載。ムーブメントはダイヤルの下に設置されており、半透明のダイヤルが光を透過することで電力を供給します。TH5000 はスイスのムーブメント製造の第一人者であるラジューペルシャとのパートナーシップによって誕生し、タグホイヤーのためだけに開発製造されたムーブメントです。2分間直射日光を当てるだけで丸1日時計を駆動することができます。また一度フル充電すれば日照時間が20時間未満でも約6ヶ月の間駆動します。また時計が止まった場合はたった10秒ほど光を当てることで再び動き始める非常に効率的な充電機能を備えています。久しぶりに時計を使うという場合でも電池交換の必要がなく、すぐに動き出してくれるなんて優秀ですよね。リューズを引き出すだけで簡単に設置できるパワーセーブモードを有効にすると時計の自動駆動時間が約3年半にまで伸びるのも安心です。ストラップはラバーストラップを搭載しています。ブラックでスポーティーなケースデザインにぴったりのブラックのカラーが印象的です。バックルは着脱しやすい D バックルを採用、表面にはサンブラスト加工が施されています。そのためアウトドアウォッチらしい重厚感のある仕上がりになっています。安全性の高いダブルセーフティークラスプを備えているため激しい動きのアクティビティ時にも安心です。またチタンブレスレット仕様のタグホンやアクアレーサープロフェッショナル200ソーラーグラフの展開もございます。季節やシーンに合わせてストラップを使い分けるのもいいですね。防水性能は200m、ボンベを使用するスキューバダイビングや潜水に使用できます。逆回転防止ベゼルのねじ込み式リューズ、暗闇でも見やすいダイヤルなどダイバーズウォッチに必須の機能を網羅しています。ダイビングには利用できますが、深海で行う飽和潜水には対応していません。また高い防水性能を持っていてもリューズをしっかりと締めない、お風呂や温泉で使うといった行為は破損の原因となりますのでご注意ください。今回のタグホイヤーアクアレーサープロフェッショナル200ソーラーグラフの感想ですが、こちらは実際に手に取ってみるととても素晴らしい時計だと思いました。タグホイヤー初ソーラー駆動型ウォッチで電源につなぐなどの充電は必要なく、太陽光などで充電できるのはかなり便利ですよね。針やインデックスに使われているライトブルーのカラーがデザイン的に絶妙なアクセントになっていて、スポーティーなおしゃれ感が好きな方にはおすすめできると感じました。機能だけでなくデザインも最新のアクアレーサーのデザインを受け継いでいるので、とてもバランスが良く装着感にも優れていると感じました。ケース直径 40mm は収まりの良いサイズで、タウンユースから本格的なスポーツシーンまで幅広いニーズに応えてくれそうです。お取り扱い店舗は大宮、和歌山本店、心斎橋店、鹿児島店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また国際保証は2年間となります。ということで今回はタグホイヤーアクアレーサープロフェッショナル200ソーラーグラフについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。